はい、どうも板です。今回はこちらの HKS スーパー SQV4、これブローオフバルブですねをちょっとつけます。でこちらこちらですね。一応待機開放じゃなくてリターンにする予定なんで、こういうパイプがあります。で一応付属のものはこちらになってますね。よいしょ。でどこに取り付けるかっていうと、こちら、これが純正のブローオフバルブになってます。じゃあ早速ちょっと変えていきます。はい、じゃあとりあえずボルトここ2本なんでちょっと取っていきますね。でここのボルトなんですけど、僕の動画見てもらってるリスナーさんがいるんですけど、なんかここの多分締める時に締めすぎちゃってボルトが切れちゃったみたいでちょっと大変なことになってましたね。なんかでも取れたみたいなんで良かったですね。でもなんか走行回一つ行けなくなっちゃったみたいなんでちょっと残念なんですけど、僕もちょっと気をつけたいと思います。でこれが取れました。これはどうやって取んねん。あ、硬いなこれ。ちょっとあれ持ってこないと。よいしょ。ちょっとマイナスドライバーでほじくってちょっと取りたいと思います。おりゃおりゃ、あ、取れそうだな。おおおおおお、取れた。あとこっちもちょっとよし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 、取れたぜ。こんな感じですね。こんな感じになってます。はい、でこちらもこんな感じですね。はい、はい、じゃあ今、本体にこちらリターン用のホースですね。リターン用のホースと、あとはなんかもう1個ホースつけたので、これをちょっとつけていきたいと思います。すごいやりにくいなこれ。手が入らねえよ。いやこれめっちゃむずいな。いやーきついなこれ。めちゃきつい。これ手入んないのきついな。マジきついこれ。やりにくい。縮小。いやーこれマジやりにくいよ。これみんなどうやってやってんだろう。お、入ったか。入ったっぽいな。いけ、入れ、もっと入ってくれ。頼む。よいしょ、これで入ったかな、どうかな。これで入ったかな、一応。これ戻すのがきついな。よしよし、うん、一応これでちょっと比べて見えないかな。ここがリターンホースと純正のホースを今つなぎました。あとはここ本体をちょっと止めていきましょうね。よいしょ。おー、これはなんと純正のボルトがこれ入らないパティーン、嘘でしょ、うっそーん。これ取んなきゃいけないの、これ取んのマジ嘘でしょ、これ取んの、入らないよボルトが。お願いだから入って。あ、入った。危ねえ、よかった。とりあえず手締めで、あとはもう一個このなんかホースがあるんで、これもちょっと、これは刺すだけだと思う。よいしょ、よっこらせ。こんな感じで、こんな感じでいいのかな。こんな暗くて見えない。こんな感じです。はい、ちょっと長いねこれ。長い。まあでもこっちのホースがここまでしか来れないから、ここでいっか。ここにまあこうやってやっとくしかないよな。こっち側の方がいいかな。ここでいっか。ここら辺にまあ適当にここら辺で OK です。あとちょっと締めましょう。はい、じゃああとちょっとボルト締めます。あ、うわ、入らねえ。メガネ入らねえ。あ、入ったけど全然回らへんやこれ。あ、抜けない。よいしょ、なんとか開いて。あんまり強く締めるとやばいかも。こんなもんかな。うん、大丈夫だね。これでちょっとやっぱ音気になりますよね。アイドリングでも落とすんのかな、ふかして。まあちょっと走るのと、ちょっとアイドリングでちょっとふかしてみてもやってみましょう。はい、一応ちょっと空ぶかししての音ですよね。ちょっとどんなもんか、まあ待機解放じゃなくてリターン式にしてるんで、ちょっと皆さんの期待通りの音が出るとは思わないんですけど、まあ一応リターンでどんな音かっていうのをちょっとアクセル踏んでみたいと思います。リターン式にしてフィン取ってるんで、チュンチュン言わないですよね。まあしょうがないですね。僕はちょっと音より機能性を取ってしまったんでまあかっこいいんですけどね、待機解放の方が。まあ音はちょっとこんな感じになりますんで、はい。